フレデリック・コエットは、スウェーデンの貴族。デジマのオランダ商館長を2度、最後のオランダ領台湾行政長官を務めた。日本を訪れた最も初期のスウェーデン人の一人で、ある。1643年に、オランダ東インド会社の職員として、バタビアに到着し、同地で勤務した。日本へは、商館長に任命され初めて赴任した。長崎に到着すると、 恒例の江戸散布のため、1647年11月19日に長崎を出発した。12月に江戸に到着したが、ブレスケンス号の乗員の釈放に対して、未だに感謝を表明する大使が派遣されていないこと、1647年代行のポルトガル施設にバタビア機構を許したことを理由に、将軍、徳川家光への配慮は許されず、 また、献上品も受け取りを拒否された。その後、1649年に台湾自席を務め、同年11月20日に、スウェーデンのクリスティーナ女王より爵位を与えられた。1652年に再び出島の召喚長となった。江戸幕府が要求した、謝礼施設は1649年に派遣されていたため、コイエットは1653年2月12日、 無事に将軍、徳川家綱に配慮することができた。この2回目のデジマ官庁を務めていた際に、民の維新、帝成功の台湾攻撃の可能性を報告しているが、バタビアの総督府は無視していた。コイエットは、オランダ東インド会社の最後の台湾行政長官として知られている。百五十六年六月三十日の着任後、台湾から上がる収益は急拡大し、 コイエットの評価は高まった。この間、コイエットは、低成功の危険性を引き続き訴え動向にはまだ、注意が必要と繰り返し報告するが、やはり、ゼーランディア城の防備の強化は却下された。このため、コイエットは、バタビアの許可なしに、城の強化を行った。1660年になると、会社も、台湾の危機を認識し始めた。 1660年7月16日、ヤン・ファンデル・ラーンを司令官とする12隻からなる救援艦隊がバタビアを出港し、9月には台湾に到着した。しかし、この艦隊は台湾に問題がないようならば、マカオのポルトガル軍を攻撃するように命令されていた。防御船に勝利しても新たに得られるものはないが、マカオを攻略すれば莫大な利益を得ることができる。このため、 当初よりファンデルラーンは台湾の危機を軽視しておりコイエットと意見が対立し1661年2月には4隻を残してバタビアに戻ってしまったファンデルラーンはコイエットは長官としては不適と訴えたため会社はヘルマン・クレンクを新長官に任命したゼーランディア城の降伏1661年4月30日ついに帝政公は ジャンク戦300隻、兵士2万5000名の兵力で、ゼーランディア城の近海に来襲した。これに対するオランダ側の守備兵力は1140名に、過ぎなかった。翌日から陸海で激戦が繰り広げられた。4隻しか残っていなかったオランダ船は、最大の船が爆沈、残り3隻は脱出した。陸上では、オランダ軍はよく耐え、 低成功は5月末から積極的な攻撃を中止して包囲戦に移った。6月24日、ゼイランディア城から脱出した船がバータビアに到着し、戦闘が開始されたことが報告された。7月5日、ヤコブ・カーウを司令官とする旧隻の艦隊がバタビアから出撃したが、カーウには戦闘経験がなかった。7月30日、新長官のクレンクが到着したが、 戦闘中であることを知ると、台湾には上陸せず、長崎に逃げてしまった。8月12日、カーウヒキーる救援艦隊が到着するが、悪天候で上陸できず、ようやく9月8から10日にかけて補給品と兵士を揚陸させることに成功した。9月16日、オランダ艦隊が帝政港の艦隊に攻撃を仕掛けるが失敗した。港の台湾攻撃を知った清は、 救援を申し出た。ここで十一月二十六日にカーウが真の救援軍を輸送するという名目で艦隊を引いて脱出し、そのままバタビアへ逃亡してしまった。これでオランダ軍の士気は低下したが、聖聖校は城の内部事情は把握していなかった。しかし脱走兵が木内の様子を伝えたこともあり、聖聖校は包囲戦から積極攻撃に作戦を変更。 1662年2月10日、9ヶ月間に渡る牢城の末にコイエットは降伏した。コイエットは必要な物資を与えられてバタビアへと送り返された。コイエットはフランソワカロンの義理の兄であり、それまではカロンの引き立てがあった。しかし、カロンはすでに帰国しておりその庇護はなかった。また、スウェーデン人のコイエットを積極的にかばうオランダ人もいなかった。 このため、一旦は死刑の休憩を受け、3年の遊兵後にバンダ諸島の愛島へ永久追放となった。その後、スウェーデン政府の働きかけもあり、9年後の1674年に御社で釈放された。この時の条件は、一旦オランダに戻ったならば二度と出国してはならないというものだった。これは、議定のカロンが1667年に、 ライバルのフランス東インド会社の長官となっていたことが影響したと思われる。結局、故国のスウェーデンに戻ることはなく、オランダで死去した。1675年に無視された台湾を出版した。この本では台湾に東インド会社が十分な援軍を送らなかったことが台湾を失った原因だと会社を非難している。ありがとうございます。